白ギスはキスカに属する海水魚の一種。東アジアの沿岸域に広く分布する。別名キスで夏の季語。ただしキスはキスカの総称としても使われる。体色は背足が単光化色で腹足が白い。そのため青から緑がかった青ギスに対し白ギスと呼ばれる。水深20メートルまでの綺麗な砂底付近に住む。 旋回性で多毛類や甲殻類を食べる。繁殖期は6から10月。釣りの対象として人気が高い。1843年、コンラート・ヤコブテ・ミンクとヘルマン・シュレー・ゲルによって日本沿岸で採集されたホロタイプを元に記載された。モトギスと間違えられることがよくあり、1885年のスティン・デクナート。 ドデルラインをはじめとした多くの著者によって誤った名前が用いられた。学名シラゴジャポニカ、英名ジャパニーズホワイティングともに日本産であるために名付けられた。だが実際の分布域は東アジア全域に及び台湾ではチンサスオと呼ばれる。イラスト他のキス類と同じようにわずかに皮平たした細長い体と先細りになった口を持つ。 体は小さな串うろこに覆われ、頬うろこは2列。第1背びれは11トゲ状。第2背びれは1トゲ21から23難状。尻びれは第2背びれに似るが、2トゲ22から24難状。側線うろこ数70から73で、脊椎骨数35。最大で30センチメートルになる。表は、 キス類を同定する上で最も重要な形質である。本種の表は、後方は滑らかに細く伸びて終端する。前方からは三本の突起が伸び、真ん中の突起が最も長い。背面は緑灰色で、頭部は暗い色をしている。覆面は白い。背びれは半透明で、トゲ状の間には細かい褐色の反転がある。尻びれ、腹筋、胸びれは、 半透明だが、胸びれの上縁と基部は、緑が軽る。尾ひれは白く、縁が黒い。日本から、朝鮮半島、中国、台湾、おそらく、フィリピンにも分布する。日本の海域で、最も一般的なキツ類ではないかもしれないが、沿岸域において、最も豊富な種の一つであることは確実であり、旋海域から得られる、サンプルのかなりの割合を占めることがある。 湾内の浅い砂地、砂浜の波打ち材、アマモ場、川口など様々な環境で見られる。旋回性で、生息深度は0から30メートル。稚魚は、餌と、外敵からの保護が得られるアマモ場に留まることが多いが、生魚は、開放的な環境に移動する。他のキス類のように低生魚である。他のキス類のように群れを作り、外敵から逃れる。または、 節字のために砂に潜る。波打ち材に生息する個体の研究からは、全長2 0ト、mm、ルを境に植生が大きく変化することが示された。若菜は主に貝足類を食べ、網類も多少を食べる。生魚は主に網類を食べるようになり、多少の多毛類、貝足類を食べる。他の研究では、生息場所によって、短脚類、二枚貝、エビカニ、 小魚などを食べることも確認された。これは主観競争を減らすためだと考えられる。多くの研究において成長とともに餌の種類が変化していくことが観察されているが、これはおそらく種内競争を防ぐためである。季節による餌の種類の変化も観察されている。6から10月に繁殖し、産卵数は13,600から68,900。 発生過程は、大関へ通る、によって記録されており、形態学、組織学的に十の、発生ステージを区別している。稚魚は、浅い湾や、天マ場に泊まる。雌有ともに2年で、生成熟し、寿命は最低でも4年、30センチメートルに達する。東京湾で漁獲された白ギス、日本では、一般的な沿岸性魚種であり、 その繊細な風味のために人気がある。船、ボートから釣る場合は、周年できるが、陸からの釣りで容易に釣れることから、特に夏には本州を狙った釣りが盛んである。砂地の海底付近を回遊しているので、岩礁などに針や重りが引っかかるようなことがないため、釣り入門者に最適な対象魚である。また、群れを作り移動速度が、サバやイワシ等よりも遅いため、 群れに当たると数多く釣ることができる。他の国では他のキス類が主に利用されており、本種は小規模の沿岸漁業で他種と共に捕獲される程度である。ありがとうございます。